はご立派社会貢献が。はい、こんばんは。火曜日の8時半になりました。新潟ポンデリングの時間です。第67回。先週もですね、新潟大学の学生さんにお越しいただいたんですが、今週もまた隣に素敵なゲストの方をお迎えしました。さあ、先週の、新潟大学学習社会ネットワーク課程のですね、小川隆弘さんからのご紹介で今日お越しいただきましたゲストの方はこの方でございます。それでは自己紹介の方よろしくお願いします。はい、新潟大学教育学部学習社会ネットワーク3年の長岡亮介です。よろしくお願いします。お願いします。長岡さん、はい、やはり学習社会ネットワークの、はい、勉強されてるということで、はい、じゃちょっとねいきなりなんですけど、長岡さんの出身地はどこですか？出身は富山県富山市です。はい、富山県富山市。はい、富山県富山市って路面電車走ってますよね。あ、そうですね。で、はい、もう新潟もほらそれ真似してさ BRT なんてほら連結バスなんて通しますけど、富山のあれいいですよね、路面電車ね。はい、すごい本当街並みに合っててね、はい、いいよね。海に向かってずっとね、そうです、行きますからね。で、その富山からですね新潟にお越しいただきまして、はい、で新潟大学で教育学部の学習社会ネットワークで勉強していると。はい、毎回聞くんだけど学習社会ネットワーク、はい、今長岡君が主に一生懸命勉強してるのは何について勉強してるでしょう？一応障害学習っていうのが、うん、まあ、全般というか、うん、まあ、その主なテーマになっていて。なるほど。一生涯通じて、はい、全て人間学習であると。はい、ね、まあでもやっぱその分なんか勉強する分野っていうのは、まあ、なんか限られることはないので。あ、そっか、広くね、はい、広範囲にわたってそのいろんな社会生活の中でどんなその学習システムが提供できるかとか、うん、とか、うん、そうするとさ分野としてはすごくこうなんていうんだろうな、広くてなんか自分がどの方向に行くかなかなかこう掴みづらいところはないですか？まあ、そうですね、ちょっとありますね。あるある。ちょっと広すぎる、考えようと思えばいくらでも考えられるので、うん、まあちょうど今悩んでるところです。はい、悩んでるところ、はい、来年卒論もあるしね、そうですね、考えなきゃいけないしね、はい、結構大変だね、そうってね、はい、すごいものがねでも勉強の方は楽しいですか、学習？そうですね、僕が本当自分でしたいことを、うん、勉強したいものを、まあ、自由に選んでやらせてもらってるので、はい、楽しいです。ちなみにですね、はい、中国とか行かなきゃダメなの？あ、うん、それはねちょっと今までね出ていた方たちはですね、はい、皆さんのなんかゼミの関係で中国にこう、はいはい、行かれたりしておりましたが、長岡君はどうなの？僕は別に絶対に行かなきゃいけないっていうレベルの人じゃないので。あ、なるほど、ね、自由選択権があるわけね。はい、僕は。なるほど、なるほど、なるほど。ということでございますが、はい、今日はまた、この長岡さんからですね、いろんな写真をお持ちいただきましたので、はい、それを見ながら、お話を進めていきたいと思いますが、はい、まず最初のお写真が、ボッとこちら、後ろに出てくるんです。出てきました。ほら、これはですね、なんか、あれだな、新潟の磐梯橋、万代橋というか信濃川のようにも見えるんですけど、これはどこの写真ですか？はい、これは富山市の、関水公園の写真です。うん、お、なるほど、はい。地元のというか出身地のね。はいはい、この写真が今こう選んだ理由は？はい、選んだ理由ですか？うん、まあちょっと地元の宣伝もなるほどしつつ、でもこの写真、うん、僕が撮った中で。ベストショットかな。あ、そうだね、自分で美しいこのね、はあ、思ってるので いい写真撮るね。ね、記録としてはほらなんか時間もこうバッチリ出てるさ、うん、ね、6時20分、ね、22分ぐらいですかね。そうですね、グラッチグラッチですな。ああ、ね、さあ、その富山なんですが、はい、じゃあ地元の PR ということで、富山市ってさ、はい、何が有名なの？立山がすごい綺麗に見えるんですよ。うん、そうだよね、はい、本当に路面電車から見る立山ね、あれ海にも向かって走るけど、立山の方にも向かって走るからね。そうですね、逆はそうだよね、
すっごい綺麗だよねあれね、あの富山湾っていうのはね、あのこっちの日本海側では有数のね、はい、あのすぐにダーンとね深いであの海水と淡水が程よく混じり合 う、あのね、絶好の漁場となっておりますが、はい、お魚いっぱい食べた？お魚好き？お魚はい好きですよ。あの白エビとかも、お、あの美味しい。白エビな、俺たち庶民の口には入らんな白エビは。あでもどうですかね、あの天ぷらとかにぜひして食べていただけると、ね、あれすっごいうまいらしいじゃないですか。はい、美味しいです。はい、うわいいな食べて食べたいけども、でもちょっとね手が出ないかもしれないな。白エビあのすごく期間短いし、それから量も少ないんですよね、確か取れるのがね。ああ、うん、そうですね、うん、さあそれでは、次の写真をバッといきましょう。ドン、はい、お、これはあのなんかすごいスポーツマンらしい人たちがたくさんこう並んでいますが、はい、これは何でございましょうか。これは、うん、まあ、僕が所属していた硬式テニス部のお、みんなで写真撮りました。場所はどこですか。場所は能登の方で。今度富山から石川県にちょっとなんかした。いや、大会がそちらの能登の先端の方でありまして。あ、なるほど。その大会後に、あのみんなで写真を撮りました。撮った、はい、これは何、大学のテニス。はい、大学の部活です、はい。ということは大学で今、硬式テニスの方を部活としてやってる、サークルじゃなくて。はい、部活でやっていました。おー激しい練習してんのかな、はい。でも今はあのもうリタイアした。はい、終わり、あの一応一区切りついたので。なるほど、3年生もこの時期になるともうね、はい、次のことが待ってるから。次の、はい、いつまでもね汗かいてらんねえぜと。いや、そういうそういうわけではない。そういうわけではないです。お、運動するのは好きなので、うん、ああでも今でもやっぱりたまに気が向くと行ったりしてやったりしますか。まあ、でも主になんか最近はランニングとか。あ、やっぱ鍛える方に、あの、まあ、現状維持というか体力維持という適度に。あ、そうね適度に。いやー、テニスいいね。今度教えてくださいよ。テニスはずっとやってたんですか。あの、まあ中学校とかから。そうですね、うん、はい、中学は軟式をやって、うん、っていて、おほほほ、まあ、高校からずっと硬式を。硬式やってた。はい、やってました。軟式からさ硬式に移るとき、はい、直すの大変だったでしょ。ああ、まあ確かに癖が抜けてないっていうのはたくさん、ね、うん、結構言われましたね。ね、硬式のラケットが首に巻きつくみたいなさ、ガッてやっちゃうみたいなということで、こうやってテニスでも汗を流して大学時代は随分楽しい思いをしてきた。はい、自由に。お、自由に、いいね、自由にというこの言葉さ。それでは、どんな自由を満喫したか、次の写真をぼっと見てみましょう。満喫してるな、綺麗な可愛い子たちと一緒に。え、これは大学のその、はい、またテニス部の、テニス部の写真ですね。ですこれはなんか大会行った時の集合写真みたいな。はい、うん、これ、ね、うん、本当夏真っ盛りの、夏真っ盛りのクソ暑い時に。はい、クソ暑い時に。そうね、テニス。みんな真っ黒です。みんな真っ黒ですよね。でも意外とさ、そんな黒くないじゃん。ね、女の子たちの足もさ、結構さ、白いじゃないですか。あ、でも普段はやっぱりこう、うん、なんだろう、膝ぐらいまでの、あの、あ、ハーフパンツ。うん、あ、そこそこそこか。あ、でもやっぱりテニスって真っ黒になりますよね。はい。日焼け止めとか塗るタイプ？僕は塗らないです。塗らない。はい。いいね。そうですね。さあ、こんな楽しいテニスの部活を通じてですね、大学時代にもっと活動していたことがあるということで、ドン。ドン。これは何？夜活？いや、違う。これ何の写真ですか？これは。これはですね、うん、あのヒッチハイクをしていた時の写真です。ヒッチハイク？ヒッチハイクを、はい。お金がなかった。いや、あのこれは興味本位というか、うん、はい、なんかもともと憧れがあったので、まあちょっとやってみようかということで、ことで、まあ、この時はあの友達と2人で、はい、はい、やりました。これどちらの写真でございましょうか。場所は、場所は浜名湖のサービスエリアで、はい、乗せていただいた方と、写真を撮らせてもらいました。だってさ、浜名湖のサービスエリアということは、はい、高速に乗る車をその前に拾ったということ。そうですねすごいね、それね。どこでそれを拾ったの、車は。どこで拾ったんですか。その時は、うん、
横浜から大阪を目指していたので、うん、横浜から大阪を目指していた、はい、目指していたので、うん、まあ、横浜の街中で急に車はやっぱ止まれないのでやっぱりなんか、うん、やっぱ1時間とかさらに待ったりとかして、うん、の道路のとこでこうスケッチブックを掲げて、やっぱり出す、こういう紙に、はい、で行き先書いて、そうですね、どこ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 方面みたいな感じで書いて、すごいね、チャレンジャーですね、はい、うん、なぜこんなことに憧れた。でも最初はあのやっぱり怖くてですね、うん、あのなかなかもう最初にこうそのスケッチブックを上げることすら怖くて、あ、ねえ、ね、やっぱりねそれはそうだよなあ、そうだ、うん、分かる分かる、なんかその気持ちよく分かる。それでもうやりたいんだけど、うん、もう怖くて出せなくて、おこう同じ道をこう何回も何回もこう行ったり来たりしてもう自分となんか最初は結構、うん、葛藤してない俺はこんなことをしてるのやめて帰ろうかとか、うん、怖い怖いって言いながらこう、うん、道を何回も何回も行ったり来たりして、でも最初に車止まってもらったらすっごい嬉しかったでしょ。そうですね、意外と、うん、あのなんだろう、声かけてくれて、うん、まあ、遠いすぎるんですけど、でも頑張れよとか言ってくれる人がいたりとか、なんかすごい悩んでくれるドライバーさんがいたりとか、あ、止まろうかどうしようか、はい、ね、それいい経験したね。でもね、はい、これが自由です。はい、次の写真お願いします。ドン、お、これも自由です。これね、新潟大学でしょ、はい、この写真、これ新潟大学の真ん中の広場で、うん、あのさ、まあ俺間違ってたらごめんね、はい、言って、こたつって家の中で出すもんだぜ。はい。これ、そうなんですけどね、これ校庭にこたつを出すと、はい、一体どういうことでございますか。これは何の目的でこんなことを。これはあの、まあ、一緒にやった先輩が、うん、まあなんかそういう、まあ、一種こういう変な、あ、よく変な、あの活動というかイベント。うん、的なものを、うんうんうん、あのするのが好きな先輩がいてですね、はいはいはい、うん、でも図書館から出たら、まあ、なんか広場に明かりが灯ってついていて、で、あ、て、あ、多分これはあの人だなと思って、本当にやってたと、やってて、うん、まあ、そのまま僕も参加しました。はい、いやいやいや、でもさ、これ周りみんな学生とか通るわけじゃない。あ、はい、うん、なんか言っていくとか、クククククとかさ、あ、失笑されたりなんかしなかった。まあ失笑、うん、多分してる人もいたかなっていう。ああ、いやいやいや、やるね、うん。さあ、それじゃあ次の写真お願いします。ドン。お、これは何あれですか。あ、なんか見ると勉強してるような感じですか。大学の勉強の感じですか。このホワイトボードに貼ってある。はい、これはポストイットも含めてですが。はい、うん、これは、うん、地域の、うん、なんか未来を考えようっていう感じの、うん、ワークショップをやっていて、うん、まあ、それの一枚ですね、はい、これはメディアシップの方で、はいはい、これはなんか新潟未来工房っていうタイトルで、うん、で、まあ、なんだろう、これからそのの未来をその考える上で、そのキーワードとなるのが、まあ、なんかその地域と働くっていうことと、まあ、高齢者っていうのがあったので、まあ、それをミックスして考えようっていう。なるほどなるほど、そうするとさ、いろんなこういろんな人の考えがこう出てくるじゃないですか。勉強になるだろうね、逆に今の学科の勉強にもそのままダイレクトに通じるものですよね。直結してるようなところはあると思います、はい、結構そういうところにはこう積極的にいろんな活動に参加するタイプなんだね、はい、なるほど、すげえな。俺ら学生の時このワークショップなんかね、出たことなかったですよ。ありました、うん、なかったな。どっちかっていうとね、飲み会って言われるとすぐ、あ、そうですよね。そう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 、忙しくてもね、それだけは必ずこう時間を空けていくっていうね、そういうタイプでしたが、じゃあ次の写真お願いします。ドン、はい、だ、お、これはね、僕見たことあります。これはその1階です。さっきのね、ね、トトロの、あのトトロとかね、ジブリの音楽やった1階の鶴橋ブックスさんだと思いますが、はい、はい、正解でございます。はい、この写真があるということは、よほどあの本好きか、
まあ、うん、結構本も好きですし、うん、まあ、その本屋に行くのも結構僕は好きです。本屋好き、はい、その本屋に行って、はい、その好きっていうのは何かこう新しい本を探す喜び、うん、うん、それともこう何かこんな本があるのかっていうその何か発見みたいなさ、どういうところがその魅力なの、本屋巡りの。本屋に行くのは、うん、まあその新しいものを見つけたり、うん、その自分の興味があるものを、はいはいはい、まあ、深めたりとかするのももちろんですし、うん、まあ、なんかそういうのを見てるとなんかこう、まあ、自分のなんかモヤモヤが解消されたりとかっていうのも結構あります。あのタイトルっていうかさ、背表紙見てるだけで、はい、なんとなく内容が読めてモヤモヤ解決されたりする。あ、なんですかね、なんかこう例えば、うん、なんか本の表紙とかをこう見て、あほうほうほう、なんかその自分に合うかなっていうのをちょっと感じるみたいな。ああなるほど。それじゃあ次の写真お願いします。これはひょっとしてさっきの探す本屋さん。まあそうですね、うん、これはどこの本屋さんですか。これは東京に行った時に、うん、まあなんかちょっとその好奇心の赴くままこう道を歩いていたら、歩いてたらそのちょうど見つけた本屋さんです。神田あたりとか。どこですかね、うん、東京美あの現代美術館の近く、うん、東京現代美術館ってどこだ。俺行ったことないから分からないんだけど、地名まではちょっと覚えてないんですけど、うん、はい、多分ね今この辺に出てると思います。出てますか。現代美術館この辺ですね。さあそれじゃあその東京現代美術館のボッタンミュージアムコンテンポラリー東京オブオール、あこちらね、ミュージアムオブコンテンポラリーアート東京だよねと読むのが正しいんじゃないかな。あそうですかね。だから美術館、あでも違うか、まあ、そのことはどうでもいいか、ね、まあ、とにかくあの、はい、ね、現代美術館ですね。はい、そうです、そうです。芸術も趣味の一つ、鑑賞するとか書くとかもさ。そうですね、でも鑑賞は少ないと思うんですけど、うん、でもなんかそのなんかそういう斬新なアートに触れたりとか。あーはーはー、そうだよね、コンテンポラリーアートとかね、とか、まあ、そういうなんかデザインっていう、うんうん、が僕は結構今気になってるワードなので、それで、まあ、ついこの間行ってきました。ここで、どうでした？なんか心に残った作品とかあった？で、なんか自分のその普段のその視覚とか、うん、なんか聴覚とかっていうのは、うん、結構危ういもんなんだよっていうメッセージの作品とかがあって、でもそういう風なのでやっぱりこうインスパイアされる部分があるわけでね。そうですね。はい。さあそのインスパイアされてですね、こんな風になってしまいました。ドッペッなっちゃいましたね。なっちゃったんですかね。これはもう完全にインスパイアされてますよね。これは何の写真から。これは、はい、学科で、うん、去年の末に、うん、はいはいはい、はい、楽しく、はい、飲みました。なんか聞いたら学習社会ネットワークは一クラスが1学年40何人とか、はい、そうですね40ね、はい、ぐらいで、うん、その中の一学年半分だよね。いや半分いるだろう、あいねえかね。でもすっごいアットホームな感じの学部だっていうのをね、ここ数回いろいろ話聞いてると、うん、あのすごく感じるところなんですけど、うん、でましてやさ、あの前回の小川くんは先輩でしょ。あ、はい、そうです。で学年で言うと彼ほら中国に1年半も行ってたから、はい、行ってました、はい、あの2つぐらい離れてることになるわけ。そうですよね、ね、はい、それでもこうやってつながりがあるっていうのは、うん、小川くんとはなんでそういうつながりを。あでも僕もあの1年生の時に、うん、その中国に行く機会があって、あ、うん、まあそこであの小川さんがちょうど通訳をされてて。ああ、それで知り合ったんだ。そこでまず知り合って、うん、まあ、それから何回か、うん、話したり、うん、話したり、なるほど、そういうつながりがあるわけね。へえ、いやでもいいね、こういうこれが本当になんか僕が学生のイメージはこんな感じっていうか ね、インスパイアされてこられてね。そう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 、現代美術館でこうもーんとした感じからね、こうそのもーんとしたものをここへ持ち込んで
もうお酒でもーんとするわけだよね。なるほど。ね。はい。はい。さあ、それじゃあ次の写真お願いします。ドン。ドン。お、これはもーんとしたものをなんかあの洗い流しに行ったんですか。ああ、確かにそうかもしれないですね。うん、セクエンさんですね。月岡温泉の、はい、月岡温泉、ね、老舗旅館、高級旅館でございます。高級、はい、ホテルか、高級ホテルでございますが。そうですね。多分ホテルです、ね。これ行ったん。え、でも実はここ入ってないんですか。え、なんで。え、な、なんで写真だけ撮ったの。いや、すごいあのちょうど雪も舞ってて、うん、あのすごい綺麗な写真だったので。なるほど、雰囲気がね、はい、はいはい。これはなんでまた月岡の方に行ったんですか。これはですね、あの卒業された先輩、寮の先輩が、はい、あのたまたまこっち新潟帰ってきて、で、まあ行くかと。お、で、この日は風呂入ってきたの、月岡で。はい、風呂は、うん、あの本当になんかちっちゃい、うん、まあ、本当に銭湯。銭湯。僕が行ったのはこの先の方にある。あ、行ったところで入ってきた。入ってきました。どうですか、月岡温泉。いや、でもなんだろう、すごい温泉街っていう、うん、なんだろう、独特の、そうですね、街並みというか、うん、はい、ぜひぜひあの卒業旅行はこちらへ。はい。ね、はい、それじゃあ次のお写真お願いします。どん。あ、これもまた学生のね雰囲気ありますけど、学生の雰囲気じゃねえな、ちょっと年配の人いない。ちょっと、はい、うん、これ学生じゃねえよ。何だこれは。いや、でもまあなんかそうですね、うん、こっち側どっちだろう、こっち側、うん、こっち側はあの学生なんですけど、うん、あっち側は反対サイドはあのそうですね、何ですか、ちょっと先輩、学生の先輩と、うん、なんかなんだろう、これは多分中国で、うん、あのなんかそういうビジネスをされてる大人の方とかが、うん、はい、あ、いて、いて、これ何、ワークショップの打ち上げかなんかですか、じゃなくて、これはなんかインターンシップ、長期の半年とかの長期のインターンシップのなんか紹介とかをするなんかそういうフェアみたいなのがあった時に、うん、それ終わった後に、なるほどな。はい、飲み会で。そうかそうか、そのインターンシップね、はい、そうするとさ、まあちょっと話が突然ね変わりますけど、あのこういう社会人の方と、はい、まあ接点を持ったりする、まあいろんな、さっきのワークショップなんかもそうだけど、いろいろな社会人の方と接点がこうあるじゃないですか、はい、で、長岡君は今の教育学部のね、学習社会ネットワークっていうのを卒業をする時には、はい、一体どんな仕事をしたいと思ってるの。どんな仕事、うん、なんか街づくり、うんうん、とか、まあ、教育はもちろんなんですけど、うんうん、そっちの方に興味があって、はいはいはい、で、そうですね、なんか例えば商店街とかってありますけど、うん、なんかどうしても地方とかだと、うん、あのどうしてもなんかショッター街 があるとこが多かったりとかするので、そこをなんかうまく活用したりとか、うん、あのもっといろんな人が集まれるよう な、うん、なんかその空間を作ったりとか、まあ、そういう感じのこと、うん、はい、ことを仕事に携わっていきたい、できたらいいかなっていう、うん、今は、うん、そうするとまあ変な話だけど、公務員目指すのも一つの方法だったりとか、うん、ね、それからまあ、ね、あの独自に NPO とかね、うん、そういう活動につなげていくとか、はい、まあ、いろいろあると思うんですが、うん、それをこれから見つけていこう。そうですね、いいことでございますね、はい、はい、じゃあ次の写真をバッと出していただいて、おっと、これはまたついこの間、ついこの間です、はい、あの私もですね、新聞でとか、ニュースでとかね、見ましたか、見ました新潟の社長と学生がコラボしながらいろいろ話をするというね、会がありましたよね、はい、これ会場どこだったっけな、会場は、うん、これもメディアシップ、メディアシップでしたっけ、はい、そうですね、中段の方に、まあ、中段というか、まあ、全部ね、前におられるのがその社長さん方ということでございます、はい、どんなことをしたんですか、この時には。これは、うん、そうですね、社長さんが、うん、なんかそれぞれなんかテーマをあの持っていて、うん、まあ、伝えたいことを、はい、まあ、テーマにして、うん、まあ、なんかその社長さんごとに各テーブルに分かれて、そこに学生が数人ずつこう入って、うん、まあ、質問したりとか、したりとか、はい、なるほど、どうでした、実りある会だった、すごく刺激になりました、うん、なんかここに来られた社長さん方は、うん、本当なんか自分で立ち上げた方ばっかりだったので、うんうん、本当になんか
自分でしたいことを、まあ、なんか苦労しながらもやってきたっていう、そういう先輩方だったので、まあ、そういう意味ではなんか僕もちょっとそういう方にちょっと今こうね、方向的にはこう言ってるわけだよね。いやでもいいよね、そうやってほら自分でこうこういうふうにしたいっていうのが決まってくると、うん、やっぱりそれ実現するためにはどっかに入ったらできないこともありますもんね、うん、どっかに所属してるとなかなか自分のやりたいことにたどり着けないとかさ、そういうことって結構あるじゃない、うんうん、だからそういう意味では、まあ、あと1年間の間に方向性が決まって、はい、行くとなったらとことん行っちゃう、はい、もう今からどんどんこう積み上げていって、おお、来ましたね、やっていこうと思います。いや、はい、すごいな、その時には富山に帰るのかな、新潟に残って頑張るのかな、どうですかね。でもゆくゆくはやっぱこう、まあ、地元に帰るか、うん、でもやっぱ新潟も今こうだんだんネットワークがこう広がってきてるので、うんうんうん、まあ、そっちでもなんかできたらなおいいですし、うん、そうだよね。だって変な話、学生時代のこのちょうどね、今大学生っていう立場で言うと、うん、社会に対してさ、こう接点を持つ一番いいチャンスじゃないですか、うん、でそれを過ごしている新潟であるから、うん、余計そういう人たちとのね、うん、そうですね、こう関係っていうのさ、リレーションシップみたいなのは、うん、結構こう財産だよね。そうですね、今すごいいろいろ助けてもらってるんで、うん、なるほどなるほど、はい、皆さん、この長岡の顔をよく覚えていてですね、もしも彼が起業するとなった場合には、ぜひとも、手厚い支援の方をよろしくお願いします。ということで、はい、いろいろ話を伺ってきましたが、はい、長岡さんはですね、はい、これから、まあ、あと1年後に社会人になりますけど、はい、さっきのね、自分のやりたいことを今これからね積み上げていって、まあ、地域とかなんかそれも作り、はい、上げていったりとか、その今問題となっているものを解決しようという方向に進みたいということでしたが、はい、ね、その際に、はい、社会人として、社会人として、うん、自分はこれだけは世の中でやり通すぞみたいな、今の目標みたいなのありますか？目標ですか、うん、そうですね、うん、まあ僕自身がまず一人の人間として、うん、一人の男として、うん、なんかまあ、なんだろう、でマナーを身につけたりだとか、はい、なんかちょっとそういうエンターテイナー的な、うん、こういう面白さ、面白みをこう身につけていったりとか、うんうんうん、して成長していけたらっていうのはもちろんありますし、まあ、そういうなんか事業とかっていう意味では、うん、まあそういう場作りとか、うん、その例えば学校と地域を結びつけるような活動とかを通して、はいはいはい、うん、なんかいろんな人がつながれるような場所とか空間作りっていうのを、まあ、絶対生きてるうちにいいなと思います、はい、おい、学生の時こんなこと考えてなかったもんな。すごいな、ね、いや、ぜひ実現してください、はい、ね、非常に期待して、私は後をついていこうかしら。ということで、いろいろお話を伺ってきましたが、はい、次週ね、今度またお友達をご紹介いただくことになるんですが、はい、どうでしょうか、お友達、友達、はい、いかがでございましょう、はい、お決まりになっておられますでしょうか。まあ、何人か今頭の中で候補がいる、います。あ、はい、じゃあ、次週までには必ずこう、はい、ね、さっきそのね、ちょっといけないんですけども、ね、なんか 25% 割引券とかね、ああ、うん、お渡ししてありますので、長岡君からとある居酒屋チェーンの、25% 割引券をいただきたい方は、はい、こぞってご参加いただければと思いますが、そんなところで、今日は新潟大学教育学部学習社会ネットワーク課程の長岡亮介君、はい、ね、にいろいろお話を伺いました、ね、30分間でした。本当どうもありがとうございました。またぜひ遊びに来てくださいませ、はい、ね、就職決まった時とかさ、自分で会社できましたよとか言う時さ、ちょっと来て、ね、その名刺かなんか持ってきてくれれば、ぜひともご紹介します、ね、はい、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあカメラに向かってさよならと終わりましょう。さよなら。水彩絵の具